中曽根里ノは日本のダンサー、振付師である。現在はアメリカ合衆国ロサンゼルスを拠点に活動しており、血液型は A 型である。身長は168センチメートル。アメリカ合衆国のダンス競技、番組アメリカズベストダンスクルーシーズン3にビートフリークスの一員として出演。2004年にグウェン・ステファニー率いる原宿ガールズに ミュージックの役名で参加しており、マイケル・ヒューストン、メアリー・ジェイ・ブライジ、ブリトニー・スピアーズ、ミッシー・エリオット、クリス・ブラウン、ジャネット・ジャクソン、クリスティーナ・アギレラ、ジャスティン・ビーバー、リアーナラのライブやミュージックビデオにダンサーとして出演している。2008年に韓国の男性グループシャイニーのデビューシングル、お姉さんは本当に綺麗で振付師を務めて以降、シャイニー、 少女時代を中心に韓国人歌手の振り付けを多く手掛けている。アイドルグループスーパーモンキーズに在籍した中曽根りのは別人物である。1979年に沖縄県那覇市で生まれ、幼い頃からマイケル・ジャクソンとジャネット・ジャクソンを好んで将来エンターテイナーになることを夢見る。小学5年の時にマイケル出演の映画ムーンウォーカーを見て進路を決意している。 アメリカのエンターテインメント界を目指して、沖縄県立な覇商業高等学校を卒業後に19歳で、渡米し、大学で学びながら、ダンスを修練する。2004年に、ビザの有効期限が迫る中、ジャネット・ジャクソンのバックダンサーオーディションに合格し、試案している折、ジャネットの尽力で、新しいビザが発給され無事にダンサーを務める。以降、様々な仕事を依頼されている。 同年に、グウェン・ステファニー率いる、原宿ガールズに、ミュージックの芸名で参加して、ミュージックビデオ数作に出演し、ライブツアー、原宿ラバーアッツツアー2 0 0 5の、バックダンサーとして同行した。2009年に、アメリカ合衆国のダンス競技、番組、アメリカズベストダンスクルーシーズン3に、女性ダンスグループビートフリークスの一員として、出演して、準優勝。 2010年にプッシーキャットドールズへ一時的に加入している。2015年フーディングアワーズベストグローバルダンサー賞受賞。2017年シャイニーワールド2017-5での総合演出の他様々なアーティストのコンサート演出を手掛けている。2019年から2020年にかけて開催されたサプレームのワールドツアー。 We are the future live の演出を担当。2021年、プロデュース101ジャパンシーズン2では、ダンストレーナーとして出演している。近年では、女優として、映画出演など多岐にわたって活動している。2008年5月に、韓国の男性グループシャイニーのデビューシングル、お姉さんは本当に、綺麗を振り付けして以来、K-POP アーティストの振り付けを多く担当している。2009年に、 少女時代のシングル、ジニーを振り付けし、彼女らの長い足を生かした美脚ダンスが話題になる。2011年に、ブリトニー・スピアーズのツアー、ファム・ファタールツアーで、トキシックの振り付けを担当している。2013年に、台湾をはじめに、中国人居住地で絶大な人気を誇る少量の2013年、ワールドツアー、毎極限を振り付けしている。 2016年にワールド・オブ・ダンス・インダストリー・アワーズ・インターナショナル・コリオグラファー・オブ・ザ・イヤーを受賞。影響を受けたダンサーとして、マイケル・ジャクソン、アンソニー・トーマス、ティナ・ランドン、マイケル・ピータースの名前を挙げている。憧れは、ジャッキー・チェンと岡村隆史。自身の一人称は、俺。2007年7月6日に開業医を父に持つ。 フィリピン系2世のリーラザランと結婚して2012年5月に離婚している。マイケル・ジャクソンのディスイズイットのバックダンサーのオーディションにて男性ダンサーのオーディション、女性ダンサーのオーディションの両方を受けた。最終選考まで残るが最終日にどちらで受けるか悩んだ末女性ダンサーを選択したが不合格だった。2013年ディズニー映画 オズ始まりの戦いのジャパンプレミアでダンスパフォーマンスを演出、出演する。2016年、d v o c u s u m a ン d ン n グローバルアンバサダーを務める。2019年、ラックスの新シリーズ、ラックスアスレージャーシリーズ公式アンバサダーを務める。ありがとうございます。